皆さん、こんばんは。今日は2023年8月15日火曜日です。今日のテーマは中国経済不動産バブルでついに終焉へ。中国経済社会全体的に崩壊。この話題について話をしたいと思いますが、バイデンさんは10日に アメリカのユダ州で開かれた政治集会で発言しました。中国は大変ですよ。中国は苦境に陥っている。カチカチっていう音ですね。している事件爆弾ですよとみんなは思っているんですよ。そういうふうに発言しました。これに関して本当にどうでしょうかと思いますが、中国は自称、 経済規模第二位です。世界の向上です。先進国に欠かせない存在ですよと。中国がなければみんな困るんでしょうそういうふうに自慢してきました。現在、外交、経済、輸出、失業率は全部ですね、悪化してきました。2021年1月、当時ですね、コロナの起源について、 調べようっていう雰囲気ありました。中国の中央テレビは、習近平がですね、中央党の学校で発言した内容を放送しました。その発言の内容としては、世界を見て習近平の考え、今後の指導方針について、習近平の名言ですね、まあ、クズですが、名言ですね、発言しました。100年に一度も、 見られなかった大きな変化です。習近平はそこで判断しました。東は上昇する。西側は沈んでいく。そういうふうに発言しました。東とは、まあ、中国ですね。これからは世界の大国になるんですよ。西側はっていうのは先進国のことですね。沈んでいくんですよと言いました。また、アメリカは敵です。中国の発展、社会の安定を むちゃくちゃにする国ですよというふうに話をしました。2021年2月、習近平は中央テレビでまだ発言をしました。自信を持って世界を見つめることができたんです。我々は上からの目線で見てもいいぐらいです。その自信、我々にはその余裕があるから、そういうふうに言いました。つまり、先進国のことをですね、見て、 別に羨ましい。いいねとか思わなくてもいいですよ。我々の方が上ですよ。という意味ではありますが、当時ですね、このような発言を聞いて愛国者にすれば嬉しいですね。やっと中国は世界の大国、強い国になったよねと認識してきました。しかし、今は結果ですが、わずか2年半ぐらいですね、全てが変わってしまいました。 例えば、飛んでいる飛行機のエンジンですね。急に停止となったんです。バイデンさんの発言ですが、中国は大変でしょ次元爆弾のように、中国はいつ爆発してもおかしくないですっていう意味です。その爆発とは崩壊のことでしょうかと私は思います。この発言について、最近のですね、出来事について、 私はまとめました。8月の出来事ですね。今は8月15日ですが、わずか2週間ぐらいですが、でも8月ですね、たくさんのことが起きました。まずですね、まあ、台風ですね。大雨も降りましたし、洪水ですね。中国の東部地域、また、北京の周辺ですね、被災者は300万人以上だと言われています。 しかし中国政府は何もしていません。2. 高大不動産は発表しました。資産以上にお金を借りました。返済はできません。負債総額は去年の12月の時点ではおよそ47兆円となっています。これはすごいですね。次です。3. 他の不動産企業も発言しました。例えば、カントリーガーデンですね。 1.6兆元。返済できません。約32兆円ですね。これもまたすごいんですね。そして、不動産企業以外に、投資信託である、中有信託という会社ですが、発表しました。投資家に向けて、返済はできませんと、発表しました。6000億元です。約12兆円ですね。次です。4。バイデン大統領は、 大統領、例にメレにサインをしました。中国への投資規制ですね。これについて話をしましたが。5、7月の輸出は14.5%の下落です。これは連続3ヶ月間下落です。また7月の CPI はマイナス0.3%です。つまり中国はデフレ方向に向かっています。でもですね、 説明したいんですが、物価が下がるのはですね、一部の商品なんです。生活に必要なものは値段ですね、実は高くなってきています。例えばガソリン代、電気自動車の電気代、食料品もそうですが高いんですよ。でもアパレル関係は安いんです。6、個人情報を守りますと言って、中国政府は 中国で使うすべてのアプリを審査します。新規のアプリはですね、審査を合格しなければ登場はできません。これはまだすごいんですよ。私は以前のゲームのアプリのことを思い出します。政府が審査すると言って、いつまでかかるでしょうか誰も予測できません。これでたくさんのゲーム会社は倒産しました。また6月、スマホの出荷台数は 同期費20%減少です。特に高性能のスマホの販売はよくありません。また、大都会、都会の不動産価格は維持できなくなってきました。7、今年第1四半期、外国から中国に来る観光客の数はですね、5万人超で6万人未満でした。中にはですね、香港、台湾、 マカオという地域を含みますが、これは2019年の2%しかありません。なので、中国の観光地には白人、黒人が減りました。つまり、外国人はですね、中国に来なくなったんです。8、中国の青年、若い子の失業率は21%超です。でも、北京の 先生ですね、話をしました。46%以上でしょう。約半分ですね。50%ですね。また、今年の大学生の就職率は30%以下です。そして条件あります。仕事を選ばなければあるんです。それでも30%です。9。8月には、父春氏の対空間の天井が落下しましたね。 中学生10名、先生1名亡くなったんですが。10。中国の元外務長官である陳さんですね。今でも行方不明のままです。11。中国人民解放軍の AS 部隊、ロケット軍団、司令官、副司令官、政治指導官ですね。みんな逮捕されたり、行方不明になったりですね。習近平は 軍を改革して腐敗というものはですね、もっとひどくなっているというふうに思われます。12、最近ですね、医療協会の反腐敗。これは中国政府ですね、お金がなくてお金を取ろうという行動ですね。病院の院長先生、各科の担当医師さん、みんな調査されています。文化大革命のことを思い出しますが。 以上のことはですね、7月の末あるいは8月の1日ぐらいですね、の出来事なんですよね。なのでニュースが非常に多くて、最初はびっくりですね。今は慣れました。しかし、この中で中国政府にとって一番大事なことですね、それは洪水ではないんです。原因はですね、放水したから自分がそこに放水しようという意味で、まのところ と、犠牲してもいいところをですね、しっかり管理していますので、これはですね、コーのことではありません。一番怖いことはですね、7月の経済データですね。7月、中国の社会の融資激減でした。5282億円でした。同期比2703億円減少です。これはどういう意味かと言いますと、去年よりこんだけ減ったんですね。 しかし、去年の7月ですね、ちょうど上海はですね、ロックダウンの最中か、まあ、か、直後でしたね。それでも去年より減少しました。経済成長の基礎データが崩壊してしまったっていう状態です。6月、4.2兆元でした。社会の融資ですね。つまり、単位は全然違います。これは暴落ですね。6月は4.2兆元、5月は 5282億元なんです。まだ新規人民元ての融資ですが、7月は3459億元でした。同期比3498億元減少。約半分減りました。これはですね、2009年11月以来、初めての数字なんです。6月3兆元でした。新規人民元ての融資ですね。つまり、 また単位が違います。暴落ですね。この二つの数字はですね、今まで中国の経済成長ということですので、ずっと増加でした。でも今はもう激減ですね。当然ですが、住宅ローン、自動車ローンを組んで、中国の消費するですね、積極的にお金を使うっていう考えはありました。例えば、今のうちにお金を使わなければ損するんですよ。やはり物価が上昇します。 これから収入も増えていくんです。お金の価値が下がりますよね。専門家からそういう宣伝もあったんです。しかしですが、現在は消費するより未来が不安となってきました。みんな貯金しようねとなったんです。そうすると不動産も買いません。中国の今の社会の事情について、ドイツの世界新聞社ですね、世界報。 ディ・ブルトという報道ですね。8月10日報道がありました。テーマとしては、突然崩壊に直面した北京は無力ですというテーマがあります。内容としては、中国は強そうでも違います。西洋側の経済体制の方が、新しい技術、新しい産業が生まれます。ドイツは中国に依存してはいけません。 中国は独裁国家ですから。原因としては中国の崩壊は冗談ではないんです。我々予測以上に崩壊が早まります。独裁政権は怖いんです。中国の官僚はみんな習近平の命令に従います。しかし習近平の政策は予測できません。例えばゼロ感染者政策を急にやめたんです。全国外出禁止。 外出制限から一気にオープンにしました。他にもこのような政策はいっぱいあります。無常な政策、ゴロゴロ変わるのが習近平の特徴です。これを変えるのはですね、徹底的に改革するんですよ。個人の資産、個人の財産を絶対に守ること。政府は権力を手放すこと。国営企業だけに力を 入れるではなくて、民営企業にも支援すること。そうすると、中国の経済は成長すると思いますよ。でも、これをやるとですね、中国政府の地位が弱くなる。神様のような習近平は嫌です。これから中国は長期的、長年衰退していく。そして、そこはないです。こういう発言ですね、判断ではありましたが、まだ 事故の問題を出しました。一つ、中国の不動産バブルですね。高大不動産から大変です。ドミノのゲームのと同じですね。一つ、一枚のゲームが倒れると、みんな倒れます。中国の各地、ゴーストターンが存在する。誰も買わない不動産がいっぱい。莫大なお金をかけて作った建物ですが、ゴミとなります。 多くの中国人は不動産を購入しました。また不動産の投資もしました。でも不動産の価格は下落しています。世界を見て不動産で経済危機となってですね、長年影響されます。2、借金が多いんです。不動産開発企業は借金で土地を買いました。地方政府も借金いっぱいです。現在把握できる 借金だけですと GDP の3倍以上ですね。アメリカの負債よりもはるかに多いんです。地方政府、隠れた借金は92兆元以上でしょう。まあ、これもですね、中国の GDP ぐらいですね。一応中国の GDP は100兆元なんですが。現在、中央銀行、中央政府が力を出して経済刺激しようとしても遅いんですよ。3. 中国はデフレに陥った。物価が安くなる傾向です。原因の一つ、コロナ対策が厳しかった。でも、中国政府は国民にお金の支援はなかった。国民は貯蓄を崩して生活をしていました。安全というふうに考えがなくなってしまって、積極的に消費するより貯蓄が大事よねと思ってきました。 デフレはこれからも続くと、投資家は判断していますので、増産、生産の拡大はしません。4. 人口の問題。人口が急速に減りました。これについて、いつの動画で話をしました。5. アメリカ、また先進国からの制裁です。先進国からの投資がなければ、技術の革新はできません。そして、世界に孤立されて、 皆技術の革新をやっていくんですね。中国だけ遅れます。6. 投資家、外資系、中国から移転。7. 中央銀行の問題です。中国の人民銀行ですね。経済が悪化して、先を読む知識のあるエリートが出てきて、経済刺激施策をやっていくことが普通ですが、しかし中国の中央銀行は、 政府の指導に従っています中国政府は問題を隠そうとしています。これは歴史で証明されています。8. 政府の問題です。独裁政権は何をするのか読めません。9. 国民、外国の投資家も皆不安です。中国政府の言うことは信じなくなってきました。いつ政府に財産を没収されるか、 いつ逮捕されるかみんな不安です。中国には信用できる法律がないです。多くの方は不安だから海外へ移民しようと考えています。でも中国政府はそれを止めようとしています。10、信者は溢れる。みんなの収入は減る。中国政府と国民ですね、約束があります。良い生活を与える。継続的に ガスのレベルを改善します。その代わりに投票はありません。中国政府の言うことを聞くことです。しかし現在、経済が悪化して、このような約束はですね、もう無理ですよ、という内容ですね。以上は中国の問題です。でも、これを改善するには、実に方法があります。例えば、国営企業の支持をやめて、民営企業の発展を支持すること。 国民の資産を守るんですよ。土地をですね、国民のものにすればどうでしょうかっていう話はたくさんあったんですよ、実は。提案としてはですね、まあ、ドイツのメディアではありますが、しかしですね、最後としては、中国政府は絶対にしません。国民の管理ができなくなってしまうんですね。そうすると、共産党の地位ですね、弱くなってしまうんですよ、と。 いうような内容でしたね。非常に素晴らしいと思います。まあ、大体ですね、私の動画で話をしてきた内容ではあるんですが、でも、ドイツのメディアですね、すごい上手にまとめましたね。そして、こういうような判断ですね、非常に素晴らしいというふうに思います。また、フランスにもですね、世界新聞社、世界日報ですね、と言いますが、ル・ムンドっていう新聞社ですね、世界と言いますが、 ドイツにもあるんですが、フランスにもこの世界っていう新聞ありますが、フランスの方がもうちょっと有名ですね。ル・ムンド新聞社ですね。経済悪化、中国政府は対応できなくなってしまいましたというテーマあります。第一四半期は中国の GDP 少々上昇しました。第二四半期は0.8%しか成長しませんでした。これで若い子の 失業率は21%を超えました。地方政府は市民に不動産を買って欲しいです。でも市民は買わないです。中国政府の経済目標、成長目標は5%ですが、それはできないでしょう。人民元の価値は下がっています。みんな見て分かってきました。中国政府は経済刺激の力が弱いんです。 しかし中国政府は対応せずにいつもと同じことをやっていますよ。そういう危機ですね。隠すことです。経済学者は政府に命令されて経済は絶好調ですよと宣伝しています。これで中国では外国は大変ですよ。中国だけ素晴らしいです。と思っていることが多いんです。しかし嘘はばれます。 6月中国政府はデフレではありませんと言ったんですが、しかし現在はデフレですと認めました。これに関してですね、ポール・クルーグマン先生ですね、アメリカの経済学者、ノーベル経済学賞受賞、またニューヨーク私立大学教授先生でもありますが、8月12日、ニューヨークタイムズに投稿しました。テーマとしては、なぜ 中国経済は低迷しているのかというテーマがあります。内容はですね、非常にあの長いんですが、でも私は後半だけですね、まとめました。中国は本当にダメとなったでしょうか中国の経済の奇跡は本当に終わりでしょうか違うと思いますよ。アダム・スミスさんが言ったように、国家は多くの損害を受ける可能性がある。 中国はスーパー大国ですね。現在の苦境でスーパー大国っていう地位は変わりません。バイデンさんの制裁はトランプさんより強いんです。トランプさんの制裁は見た目は強いんですが、でも効果はなかったんです。これから中国は半導体産業で困ります。中国は世界のリーダーになろうとしました。その可能性は減少しました。 経済は悪化して、技術も悪化して、技術の発展もできないんです。これで安心できるでしょうか違いますよと。中国の政権ですね、どんどん不安定になってきています。中国の指導者はずっと経済成長で合法的な政府ですよと自慢しています。つまり中国の政府は違法ですよということですね。しかし、 国内の経済が悪化して、失業者も増えています。どう対応するのか期待できるのはですね、改国しかありません。そうすると国民は豊かになります。消費も期待できます。そうすると投資もですね、活発になります。しかしこれは無理ですね。独裁者は冒険するんですよ。国内の不満を分散するんですよ、と。 これはですね、絶対に起きるとは思いません。でも、中国の国家の問題ではありますが、世界の安全も影響されますよ、というふうに言いました。まとめるとですね、現在、アメリカ側の真空タンク、まだ専門家は分析していますが、成長する中国よりですね、衰退している方の中国の方が、まあ、危険ですよ、と言っています。 特に中国の指導者である習近平が変ですね。予測はできません。彼は急に暴走してしまう可能性があるんですよと言っているんですね。こういう分析が面ではありますが、これが中国の今の雰囲気ですね。つまり、中国はますます危険となってきます。当然ですが、国内の経済も大変です。でも、ますます挑発していく。 そういう風になっていくではないかという意味ではありますが、この中がですね、実は悪い循環なんですよね。国際の投資家から見て中国は危ないんです。それで中国に進出する、中国に投資するっていうのはありえないと思います。やはり怖いんですね。なので中国の経済はですね、このような分析されて良くなることはまずはありません。これが今の雰囲気ではありますが、 当然ですが、中国の社会について、経済学者ですね、みんな中国の経済について分析はしています。ただ、中国の社会、どういうふうになっていくのか、あるいは現状ですね、どうなっているのかですね、あまりそういう分析はですね、ないんですよね。なので、私はまだ引き続きですね、中国の経済はこれです。でも中国の社会は、やはり変わっていくんですよね。その、変わっていくことがですね、 実は予測できません。これをですね、また皆さんに報告したいと思います。これが大事なんですね、というふうに思いますが。この動画はここまででしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。